広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。はい、というわけで今回からオープニングなども一新されましたが、はい、ポケモンジャパンチャンピオンシップス2022でポケカチャンネルの新メンバーが発表されました。今日はこの2人にいろいろ聞いていきたいと思います。早速ね、皆さんに向かって挨拶お願いしますよ。はい、行きます。おはよっぴー、よぴふっとです。よろしくチート、クチート竹内です。わー、お願いします。よろしく。じゃあまず視聴者の皆さんにちょっと改めてね、しっかり自己紹介をしてほしいなと思ってまして、よぴふっとから行ってみよう。はい、改めましてよぴふっとです。趣味はサッカーとドラムとポケカ。ポケカを最初に言った方が良かったわ。ミスったわ。いや、でもね、ポケカ好きなのはもう大体そうでしょ、うちら。そうだね、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、クチート竹内。はい。どうも、クチート竹内です。今日はね、お昼に鉄骨を、まあ、少々食べてきまして。まあ、名前の由来にも。少々。いっぱい食べる時もある。まあ、いっぱい食べる時もあるけど、まあ、ちょっと最近ダイエット中なんで。あ、まあ、ちょっと。どこまで泳がせばいいんだろう、これ。鋼食べないでしょ。食べないそれ。適度なところで、まあ、突っ込んでいただいて、まあ、そんな感じでやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしく。そんな感じがもう何も、何も分かってない。どうしようもないことを言い出すことだけは分かったね。結構ね、2人が今ラフな感じで喋ってくれてるけど、意外と緊張してない？緊張してますよ。してますか？してますよ。ガチガチですね。いいんだよ、敬語じゃなくて大丈夫。俺らに出したらね、もうぜひフランクに、うん、俺らからもフランクに絡むんで、うん、よろしくってことで。むしろタメ口で行きましょう。はい、はい、行こうだからね。行こう。行きましょうって言ってた。じゃあどんどんね、いろいろ聞いていこうと思うんですけど、うん、2人の素敵なお名前の由来とかも聞きたいなと思いますよね。聞いていきましょう。はい、僕は友達からヨピって呼ばれることが多くて、それプラス僕はもともとサッカーやってたっていう話をさっきしたと思うんですけど、サッカーのねイメージがあるポケモンの中でラビフットがこのヨピとうまくなんかかかるなみたいな、組み合わせ的に言いやすいなみたいな感じでヨピフットになりました。なるほど。ラビフットは好きなの？ラビフット好きだよ。うん、めっちゃ好きよ。エスバーンも大好きよ。でもドラムやってたっていうからね、うん、ゴリランダーはゴリランダーも好きよ。それはそれで言ったらバチンキも好きよ。名前との、ね、付き合いがうまくいったんじゃないですか。そうですね。クチート竹内は、僕はもうクチートがすごい大好きで、うん、なんか鉄を食べてるとかっていうのはマジで冗談なんで、まあ、テロップが出てる。いや誰も思ってないけど、なんか冗談ですって出てると思うんですけど、本当はそのクチートが大好き で、うん、でその竹内って名前なんで、竹内って呼ばれることも多いんで、なんとなく似てるしいいかなと思って付けさせてもらいました、うん、なるほど。2人ともね、なんかこうあだ名とポケモンでうまいこと掛け合わさった感じでいいっすね。2人はなんでポケカチャンネルに入りたいと思ってくれたのか聞きたいよね。うん、僕本当に昔からポケモンっていうコンテンツが大好きで、うん、そのアニメもそうだし映画とかそのゲームとかもずっとやってて、で、YouTube 見てたら、このオーディションを見て、これチャンスじゃんって思って、ちょっと応募させてもらいました。うん、ポケモンカードも、その昔、こう、パックを開けて、カード集めたりとかっていうのですごい楽しんでたんで、歴じゃないですけど、15年ぐらいすごいずっと遊んでたんで、なんかこういう形でね、関われるんだったらいいかなって思って応募させてもらいました。すごいね。ね、15年。まあ、集めて、なんか友達とちょっと対戦するぐらいだったんですけど、うん、ガチ対戦的なところはここで一緒にね、みんなとやって強くなっていけたらなっていうふうに思ってます。もう師匠がいるから。うん、いやいやいや、もう心強いですよ。じゃあ続いてゆくっとお願いします。はい、僕はこのポケカチャンネルに入りたかった理由が2つあって、うん、まずはポケカがもう大好きだっていうことが1つ目ですね。うん、いつもねお兄ちゃんと遊んでるって言ってたもんね。そう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 、あの僕のお兄ちゃんがちょっとガチめな感じで、うん、外科をねやってるのでバリバリ対戦してもらってます、うん、で2つ目が、僕はもともと SNS で活動していて全然有名ではなかったんですけど、こうリスナーさんからすごくこう元気もらったよとかっていう言葉をいただくたびにやりがいを感じるっていうか、すごく嬉しい気持ちになったので、そういうみんなに元気を与えたいっていう気持ちと大好きなポケモンカードゲームが掛け合わさったのがこのチャンネルだなって思ったので、めちゃくちゃ入りたかったですね。うんうん、2人はね第2回ポケモンカードチャンネルオーディションでこのねポケカチャンネルに加入してくれたんですけど、その時のあの面接とかもいたじゃないですか、うん、その時からめっちゃそのね熱い気持ち伝わってきてたよね。ね、
そんな2人のどんなところに魅力を感じたのか、あのポニータ石井からメッセージを預かってきておりまして、僕もナナップルもね、実はまだ目を通してないんですけど、はい、読みましょうか。読みますか。じゃーん。なんだそれ。何これ。なんかね、巻物を預かってきた。しかも、なんか厳重に保管されてるね、この巻物。一撃の巻物みたいな。あ、マルヒって書いてある、ナナップル。本当だ。マルヒちょっと前、ね。前向けてみ。あ、マルヒ見えるかな。マルヒって書いてある。てある そんな大事なことなのかな、これ。黒い文字でマルヒって書いてある。外れましたね。ちょっと開けていきますね。なんか別に裏に透けてる。じゃあ、読み上げます。はい。いいですか。はい。やっぱにポニータイシーです。第2回ポケカチャンネルオーディションで合格した2人の魅力を紹介させてください。ルピフット、センスいいだけじゃなく、情熱。読みづらい。字が。読んでんのよ。情熱もすごい。オーディションが始まるずっと前から、メンバーになるにはどうしたらいいかと僕に長文の DM を送ってきてました。へー、そうなのね。すごい熱意。ね、前に出るのが好きな明るい性格ながら謙虚さも合わせ持つ。うん、多分そう。読めてると思う。やばい。合わせ持つ男です。一発芸も面白かったです。やば。やった？そんな。やってないの？やってないよ多分。やってないんだ。ハードルを用意されて。はい。そしてクチーと竹内、応募時の書類に。新名を落として頑張りたいと書いてきた。熱すぎるやつです。スタートデッキ100にかけて企画を100個考えてきましたと言いながら辞書みたいな分厚さの提案書を出してきたクリエイティブな男です。すごいよね、うん、いやもう全然本当にありがとうございます。クリエイティブな一発芸も面白かったです。やってないです。クリエイティブないんですけど、してないんですよ。仕込んでは記憶ないかもしれない。で、とにかく一発芸が面白い二人です。早く一番一発芸がメインなんだ。それで採用されてるんですか。続き読みますね、はい、早くおい読む読む読む、なんだなんだよ。ほわ早く一番一発芸が面白い男が大中メーカーに追いついてほしい。大中メーカーは面白いサインもね、ちゃんとポニータイシー。 ありがとうございますなんですけど、はい、巻物に書いてくれた。面接さあ、2人一発ゲームやってたっけ。やってないよ。一発ゲームやってないよね。やってないよ。いや俺もなんならポケガチャンネルで一番面白い男ではないよ。一発ゲームやってないし、普段ポニータさんで良くないところがちょっと出ちゃってるよ、これ怖い、怖いね、本当にね、うん、でも今日はね、2人が主役なので、うん、ちょっと、いろいろ他の話聞いていきましょう。大地も本当はやりたいと思うんだけど、今日はやめとこう。やめとこやめとこ。はい、ということで最後に意気込みを聞いていきたいと思います。じゃあ、よぴふっと。はい、皆さんはまだね、僕のこと見慣れてないと思うんですけど、いつか、ポケカのお兄さんとして皆さんに認めていただけるようにまずは頑張っていこうと思ってます。そしてポケカの発信を通して皆さんに元気を与えていけるような存在になりたいと思ってます。よろしくお願いします。では、クチーと竹内。はい、僕はもうみんながね、見ててすごい楽しいなって思えるような動画をこのチャンネルで作っていけたらなって思っています。まあ、クチーとにかけてみんなをね、挟んで逃がさないようなそんなね動画を作っていけたらなって思っています。うん、よろしくお願いします。面接の時からね、いっぱい企画作ってくれてきたから楽しみだね。うん、うん、ヨピュットもね、この今いるライチュメカーとまた違ったキャラクター性でね、明るいお兄さんってとこを見せてくれたらいいなと思ってます。頑張ります。はい、僕たち2人の自己紹介が載ってる記事がトレーナーズウェブサイトにありますので、ぜひ見てください。クチーと竹内はね、美味しい鉄骨の食べ方も紹介してるんで、まあ、ぜひ見てください。本当に紹介してる？冗談です。あの2人のね、あの秘密とかね、いろいろ書いてあるんでね、ぜひチェックしてみてください。はい、今後ポケガチャンネルこの4名やっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。これからのね、ポケガチャンネルが楽しみな方、高評価とチャンネル登録もお待ちしてます。それじゃあ皆さん、また次回、バイバーイ。